こんにちは、のりたろうです。本日は私のショップでも販売しておりますこの古代コインについて、先日ですね、ソブリンパートナーズの高橋社長が YouTube でとてもとても大切なお話をされておりましたので、本日は古代コインのリスクについてというお話をしたいと思います。その動画というのはですね、概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になっていない方はご覧になってください。どういったお話だったかと言いますと、古代コインを販売している販売者は NGC 鑑定済みのコインであっても、 NGC は真贋を保証していないという事実を意図的に書かないっていうのは、まあ詐欺的ではないかと、少なくとも表示にその旨を書くべきではないかというお話でした。ご指摘はその通りだかなと思います。なので、私のショップの古代コインについてもそういう表記がなかったので、このようにですね、米印でこの古代コインは NGC 鑑定済みのコインです、古代コインにつきましては NGC が本物のみをグレーディングすることを約束しておりますが、真贋を保証するものではありません、詳しくは NGC のホームページをご覧くださいということで、 NGC のホームページのリンクも貼り付けております。こういう注意書きを、載せさせていただきました。まあ非常に重要なご指摘だったかと思いますので、ありがとうございました。ただそのお話の中でですね、だから古代コインは偽物が多いから NGC が真贋を保証していないというのを言わずに売るのは詐欺的だというお話なんですが、申し訳ないんですがそこは少し違うかなと思います。なぜなら古代コインの真贋を、全くもって保証できる人っていうのはおそらくいないからです。で、その理由っていうのは NGC のホームページに明記してありますので見てみましょう。で、その前にですね、まずは NGC の保証っていうのは何かというところから見ていきたいと思います。で、ここを NGC のホームページを和訳したものを見てみますと、 NGC 保証っていうのは以下に指定された条件および制限に従い NGC ホルダーにカプセル化された NGC 認定のコイン、トークンまたはメダル、まあ総称してコインは次のことが保証されますということで、本物 NGC エンシエントコインを除く、理由はこちらで説明されていますということで、それは後ほどご説明します。で、もう一つが過大評価されていない、 NGC 評価基準よりも高く評価されていないことを意味しますと。この2つが NGC で保証されていますということです。ただし制限がありますよということで、ちょっと下次のページで太字で書いてあるところがあります。まあ、重要な制限というところで、保証の目的はコインの所有者を認証に誤りがなければ所有者がいたであろう位置に戻すことです。まあかなりややこしい言葉で書いてあります。まあ、法律用語ですね。で、認証の誤りまたは保証への依存の結果、所有者が実際の損害を被っていない場合、いかなる状況においても保証は支払われませんと書いてあります。で、上に続いて、上記は本保証に基づいて提供される唯一の救済手段です。この保証に基づいて救済を行うことにより、所有者は上記の排他的な救済に同意し、訴訟を含むがこれに認定されない他のすべての救済の権利を放棄しますと。まあ、すごくややこしい言葉で書いてあるんですが、何か実際の被害を被らないと救済はされませんというのが保証の内容ということになります。まあ、なのでこれは、まあ、偽物の疑いがあるからすぐお金を保証してくれと言っても、被害が生じていなければ保証はしませんということになります。ただ、まあ
NGC としてもそれだけのリスクを負ってまで保証しているということになりますので、まあ、それなりの効力があるかなと思います。で、先ほどちょっと飛ばしましたが、次に古代コインの保証について書いてあるのがこちらになります。 NGC エンシエント保証。こちらを見ますと、 NGC エンシエントのラベルがついたコインはこのセクションの利用規約の対象となり制限されますと。で、 NGC エンシエンツは本物のコインのみをグレーディングすることをお約束しますが、申請性、まあ、ここちょっと訳の問題ですが、申請性、帰属を保証するものではなく、これらの側面の保証を暗示するものでもありません。 NGC エンシエンツは提出時に本物とみなされるコインのみを保有しますが、保有するコインの申請性、種類、帰属、または日付を保証することはできません。申請性を保証するための十分に文書化された科学的パラメーターの恩恵を受けることが多い現代のコインとは異なり、古代のコインの決定的なデータは滅多になく、一般的に生産特性を保証するための文書は残っていませんと、という理由になります。で、続いてですね、その続きです。ほとんど例外なく、古代の硬貨は陸地または水中の埋葬から回収されています。いくつかの回復は何世紀も前に遡りますが、他の回復はより最近のものです。まあ、最近、回復されたようなものが多いということですかね。で、古代においてもコインは偽物、コピー、模倣されていました。提出された特定のコインが文書化されている、または文書化が進んでいる特定の発見または回収に確実に関連している場合、提出者から、請求があればそのように指定されます。ただし、これらのコインであってもその真贋を保証するものではありません。で、続いてちょっと読ませていただきます。古代コインの年代と貴族、コインの原産地、発行期間、発行日、デザイン要素、特定の品種などの基本的な識別はしばしば不確実であるか、学術的な推測の問題です。複数の異なる貴族が共存する可能性があり、それが、貨幣コミュニティ内で同時に受け入れられます。このような場合、 NGC エンシエントは最も有効であると判断した属性を使用します。新しい研究または考古学的証拠は古代コインの貴族、日付、識別、さらにはその申請性についてのコンセンサスに異議を唱えたり変更したりする可能性があります。したがって、これらの問題に関する NGC エンシエントの意見は、新しい情報の導入または保持時に格付けスタッフが認識していなかった既存の情報の導入によって変更される可能性があります。したがって、エンシエントコインでは NGC エンシエントはグレードのみを保証します。バイヤーは、無条件の永久保証を提供する販売者から古代コインを購入することをお勧めしますと書いてあるですが、まあ、こういう理由で古代コインについては当たり前なんですが、現代のように、確かな文献っていうのがない分、学説も諸説あるということで、後付けで学説が覆る可能性が高いという理由から、それに対していちいち保証はしませんよというお話であり、まあ、このこと自体は全て偽物ですというお話とは全く違うということがお分かりいただけるかと思います。で、日本の歴史で考えてみればよくわかると思いますが、つい先日、奈良県の富雄丸山古墳で国内最大級の蛇行剣ですね、これ蛇みたいな蛇行剣と、
縦型の縦の形をしている銅鏡っていうのが見つかり話題となりましたが、それにしても4世紀頃のお話なんですが、そのくらいの時のことですらまだまだ新しい発見があるというのがこの考古学の世界です。でこちらちょっと話はそれるんですが、一説では古事記の神武統制で神武天皇と戦った富永恒彦のものではないかとも言われています。まあ、もしこれが長恒彦のものとなると、後期2600年との整合性がつかないのではないかというようなお話にもなるので、まあ、この辺はうやむやで終わるんじゃないかなと思いますが、まあ、このように考古学では歴史が覆るような発見が常にあると、アカデミックな領域になりますので、これを保証するってことはまあ誰にもできないというのは、まあ、至極当然なお話ではないかなと思います。それと、まあ、保証ができない理由と、もう一つ大事なことがありまして、古代コインの相場についてはすでにそのリスクも織り込んだ相場になっているというのがもう一つです。なので例を挙げますと、このような完璧なコインですね、あのアンシエントのロットで、AV アルレウス金貨ですね、NGC でジェム MS の5分の5、5分の5でファインスタイル、もう最高鑑定のかなり素晴らしいものに関しても、2023年の、落札額で3万1200ドル、まあ、3万ドルといっても相当高いんですが、日本円で500万円程度という相場がついています。これは中世ヨーロッパとかアメリカのレアコインっていうのが数千万数億円っていうのがザラにあるのと比較すると、その分リスクが相場に織り込まれているっていうことがお分かりいただけるんじゃないかと思います。なので古代コインを世界の相場で売買している限りは真贋が保証されていない分安くなってますよねということで、相場はそれを織り込んだ値段になっているということになります。なのでそれ自体は特に大きな問題ではないのかなというのが私の意見になります。まあ、ただしですね、そのことをこのようにまあ皆様にお伝えするということはとても大事なことかなと思いますので、ソブリンパートナーズの高橋社長のご意見というのが本当に大切なお話だったかと思いますし、このような動画制作にもつながりましたので心より感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。ということで今回のお話をまとめますと、 NGC では古代コインについては真贋までは保証していません。 NGC 保証というのはあくまでもそれにより損害が生じた場合のみに適用されるものです。古代コインに保証がつけられない理由っていうのを、ちょっと長々とですが、アカデミックな世界なので覆ることがありますよというところになります。で相場はそのリスクも織り込み済みで、他のヨーロッパの中世のコインなんかよりはやっぱり安くなっているということで、今回のお話は以上になります。いつも動画をご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。To be